アルフォンソ三世デステは、モデナ及び、レッジジョコーチェーザレデステと、非、ビルジニアの長男として、フェラーラで生まれた。1613年、ルッカとの戦いに加わり、1617年には、父、チェーザレの好位継承に異議を唱えたエルコレ・ペポリハクの暗殺で、第一の役割を果たした。1608年、イザベラ・ディサボヤと結婚。 親祖子イザベッラを愛していた、彼は1626年に妻に先立たれてから生殖につくことを考え出した。父チェーザレが1628年に亡くなり行為を継承するが、翌1629年7月、サッスーロの城で自分の退位を宣言。9月8日に彼はカプチン派の修道士となり、ジャンバッティスタダモデナゾと改名した。 アルフォンソは、広告が国史病で大打撃を受けた1630年から1631年に、かけ、貧しの民衆の説教師及び会場者として、著名な存在だった。彼は後モデナへ戻るが、彼の真面目腐った講話に対する宮廷の反応は、冷ややかなものだった。彼は、着死フランチェスコ一世、デステの寄進した。 カステルヌオーボディガルファニャーナの修道院に引退し、そこで1644年に死んだ。妻との間に旧南国女,女の14人の子女を設け、うち8人が成人した。ありがとうございます。